ユニオンパシフィック鉄道800形蒸気機関車、サザンパシフィック鉄道 GS-4 型蒸気、機関車フランス国鉄 242A1 型蒸気、機関車南アフリカ国鉄25型蒸気機関車、車輪配置4から8から4は2軸、先は4軸同輪、2軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性は定まった相性はなく、 各鉄道会社によって異なり、フェフ、ノーザン、ポコノ、グリーンブライアー、ゴールデンステート、ナイアガラ、ポトマック、デキシー、ワイオミング、コンフェデレーションと呼ばれる。4から8から4という車輪配置はこれ以前からあった、マウンテンとライマ社がバークシャーで成功した二軸受大車によるスーパーパワーを組み合わせたもので、アルコやボールドウィンといった機関車メーカーが、 それぞれ独自に開発したものである。最初にこの形式で作られたのは1927年のノーザンパシフィック鉄道がアルコ社に注文したマウンテン予定だったものを計画変更したもので、この車輪配置は強力な牽引力と高速走行を両立できたため、同年にはノーザンの他にサンタフェ、ラッカワナウェスタン、カナダ国鉄の各鉄道にも導入され、 最終的にニューイングランドを除くアメリカ各州の鉄道で活躍した。また大道林が採用されたのも特徴の一つで同じ二軸先台車、四軸道林であるマウンテンはアメリカ国内では道林直径が1854ミ、mm、リメートル以上のものがほとんどなかったのに4から8から4は2メートル超の機関車もかなり多いことが挙げられる。ありがとうございます。